皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。コロナ禍で迎えた3度目の春、日本政策投資銀行と日本交通公社が共同で行ったウェブアンケートによれば、コロナ収束後に旅行したい国、地域の第1位に日本が選ばれたのだそう。再び日本旅行をする日に向けて、世界各国から注目が集まっているんですね。海外を訪れる際に欠かせないものの一つとして挙げられるのが、宿泊施設です。日本には旅館やホテルをはじめ、低価格で利用できるカプセルホテルや、ゲストハウス、ホステルなどがあり、自分のニーズに合った宿泊先を選ぶことが可能。コロナ前までは、こういった宿泊施設で多くの外国人旅行客の姿を見ることができました。そこで今回は、外国人から見た日本の宿泊施設についてや、海外のホテルで見られる日本人の特性などについて取り上げていきたいと思います。まずは、日本のホテルに宿泊した外国人女性のエピソードが話題になっていましたので、こちらの内容から紹介いたしましょう。彼氏と旅行に来た外国人女性がホステルで受けた対応。私はドイツに住む大学生。バックパックを背負って世界中を旅することが趣味なの。その国の主要都市や観光名所を巡るのもいいんだけど、私は人々の生活が垣間見える場所や素朴な風景を見られる場所に行くのが好き。見たこともない景色や新しい文化に触れることは、私の人生にとってかけがえのない経験になっているわ。そんな私が日本を訪れることになったのは、彼氏の影響よ。私の彼氏は一言で言えばオタクね。私はこれまで日本に興味を持ったことは一度もなかったから、彼がオタクだって知った時は正直ちょっと引いちゃったの。日本人は真面目で無口っていうのがドイツでの一般的なイメージじゃないかしら。ドイツ人は自己主張が強いから、日本人って何を考えているのかわからなくて付き合いづらそうだと感じてしまうのよ。昔何かの雑誌で、日本人男性は家族よりも仕事の方が大事なんて記事を読んだこともあったしね。ちなみに中国へは行ったことがあるんだけど、その時の中国人の印象もあまり良いものではなかった。外国人の私に対してあからさまに冷たい態度をとったり、タクシーでお金を多く請求されてしまったり。日本は同じアジアの経済先進国でしょ。だから日本の人もきっと冷たいんだろうなって印象しかなかった。彼氏に日本へ行こうって誘われた時は、全然乗り気じゃなかったわ。でも憧れの日本にどうしても行きたいって言うから、しぶしぶ OK したのよ。日本には2週間滞在したんだけど、結果的に言えば最高だった。私が特に気に入ったのは、東京の中心から少し外れたところにある谷中銀座商店街っていうところ。小さな店が連なる通りには食べ物屋さんやカフェ、陶器を売っているお店なんかもあった。商店街から細い通りに入ると、そこには昔ながらの古い木造住宅が立ち並んでいたわ。今にも侍が出てきそうな雰囲気で、夢中になって写真を撮っちゃった。下町にいる人たちは表情が豊かで、とても気さくな感じがした。ドイツ人の私にも親切に笑顔で接してくれたの。想像していた日本人とは全然違ってて、とても親近感が湧いてきたわ。楽しくて毎日があっという間に過ぎていった。日本での旅も残り1週間になった頃、私たちは京都の中心から少し外れたところにある小さなホステルに滞在していた。ホステルの管理人をしているおばさんは、優しくて笑顔がとても素敵な人よ。朝観光に出かけるときには宿泊客に大きなおにぎりを持たせてくれるの。
そんな京都滞在中のある夜のこと。おそらく2時頃だったと思う。彼氏が苦しそうに息をしているのに気づいて目が覚めたの。顔を覗き込むと真っ青な顔をしてて汗もびっしょり。息ができない様子だったわ。どうやら旅の疲れから持病の喘息の発作が出てしまったみたい。私はパニックになった。だって日本語もわからないのに、どうやって彼を病院まで連れて行けばいいの？とにかく大急ぎで管理人のおばさんのところに行った。私のただならぬ様子を見て、おばさんはすぐに彼の様子を見に来てくれた。そして真夜中にもかかわらず、私が病院に連れて行ってあげると言って、私たちを車に乗せてくれたの。病院に到着すると、彼は担架で治療室へ運ばれていった。私はその姿を見送ることしかできない。でもその時、おばさんが私をそっと抱き寄せて、たどたどしい英語で、もう大丈夫だから安心しなさいって言ってくれたのよ。日本人ってなんて優しいの。それまでこらえていたものが一気に溢れてきてしまったわ。おばさんはその後も待合室でずっと私の手を握って一緒にいてくれた。朝方、彼の治療が無事に終わると、私たちを車に乗せてホステルまで戻ってくれたの。彼は2、3日の安静が必要ということだったから、私たちは大阪行きの予定を急遽キャンセルしてホステルに滞在することにした。その間もおばさんは私たちにご飯を作ってくれたり、いろいろと気を使ってくれたりして、おかげで彼はすぐに元気になった。東京に戻る日の朝、お礼の気持ちとして宿泊費にプラスして支払いをしようとしたんだけど、おばさんは受け取らなかったわ。出発の時、私たちに大きなおにぎりを2つ持たせてくれて、私は思わず泣きながらおばさんに抱きついてしまった。実はね、以前中国に行った時、私はレストランで食べた料理で食中毒を起こしてしまったのよ。ホテルのフロントに事情を説明して、タクシーの手配をしてくれるように頼んだんだけど、その時の反応はとても冷たいものだった。苦しい思いをしながら、なんとか病院までたどり着いたんだけど、あれは本当に辛い思い出ね。だから、まさか同じアジアの国である日本で、こんなに感動的な出会いや体験があるなんて、思ってもみなかった。ドイツに戻ってから、私は日本語の勉強を始めたのよ。日本旅行で日本の魅力にたくさん触れることができて、日本をもっと知りたくなったの。何より、本当によくしてくれたホステルのおばさんに、日本語で手紙を書けるようになりたかったからね。エピソードは以上のような内容になっていました。旅行先で思わぬアクシデントに遭遇した時に、親切にしてくれた人がいるとずっと心に残るものですよね。こういった新しい出会いがあるのも旅行の魅力の一つと言えるでしょう。ホステルは宿泊客同士の交流の場がある低予算型の宿泊施設です。ドミトリールームがある場合が多く、自然と旅行者同士のコミュニケーションが盛んになるのが特徴。最近では空きビルをリノベーションしたおしゃれなホステルも増えているようです。一方、ホテルの場合はホステルよりも高価にはなるものの、個室でプライバシーが守られており、アメニティ類も完備しています。日本のホテルはサービス業の最高峰と言われるほどで、世界から高い評価を受けているのだそう。中国メディアのバイジャンハオにも、日本のホテルを絶賛する記事が掲載されていましたので、続いてそちらを紹介いたしましょう。中国メディアが取り上げた日本のホテル。記事では、日本のホテルが提供するサービスのうち、極めていると感じてしまう4つのサービスについて紹介しています。1つ目に取り上げられていたのは清潔さ。
日本のホテルはかなりのコストを掃除に充てているとし、客室清掃が徹底的に行われていると伝えています。あるホテルでは190項目からなるチェックリストがあると紹介。中国では一流と言われていたホテルでトイレ清掃に使う雑巾と同じ雑巾でコップを拭いていたという事実が明るみになった過去があり、ホテルの衛生面に敏感な中国人は多いようです。二つ目はお辞儀です。日本のホテルではあまりに頻繁にお辞儀されるので、つい気まずさを感じてしまう中国人旅行者もいるのだそう。しかし、チェックアウトした客を送り出した後までお辞儀をしているホテルの従業員を見ると感銘を受けるといいます。3つ目には客室のゴミを取っておくことを挙げていました。客が間違えて捨ててしまった可能性まで考慮し、すぐには捨てないのだと称賛し、中国でこのような配慮を真似することは難しいだろうとしています。4つ目に挙げられていたのは、従業員の声が耳に心地よいこと。これは意識的な努力のおかげであり、日本のホテルの従業員たちは毎朝発声練習をして気持ちも整えておくと伝えられていました。日本のホテルで見られる質の高いサービスは、多くの中国人観光客を感動させてきたようですね。コロナが収束し、海外から旅行者を迎えられるようになれば、このような究極のサービスを再び外国人に提供できるでしょう。確かに、日本のホテルは安心して泊まれる場所というイメージが多くの日本人の中にもあるかもしれません。しかし、そんな日本人が日本のホテルと同じ感覚で海外のホテルを利用してしまうと、トラブルに巻き込まれる可能性があるようです。ホテルでの日本人の特性。オンライン旅行代理店エクスペディアジャパンのアンケートによれば、ホテルに宿泊中、貴重品をハウスキーパーの目の触れないところに隠すかという質問に対し、アメリカ人は半数の人が隠すと回答した一方で、日本人は1割にも満たない 9% が隠すと回答。世界で最もホテルで貴重品を隠さないのは日本人だという結果になったのです。また、日本人は世界で一番ドアノブサインを使用しないという結果も出ているのだそう。世界一治安が良いと言われている日本ですが、それゆえ日本人は旅先での警戒心が薄い傾向にあるようなのです。ドアノブサインはホテルスタッフにあなたの部屋に入室できるかどうかを知らせるものです。ドアノブサインが下がっていなければ、ホテルのスタッフが掃除に入ります。もしかしたら、広げっぱなしの荷物をハウスキーパーが物色しているかもしれません。ホテルでの盗難被害で一番多いのは、現金盗難です。特に、日本人はまとまった現金を持ち歩く。警戒心が薄いと思われているため、海外で絶好のターゲットにされてしまっているようです。海外でも観光地にはほとんどの場合 ATM があり、お金を下ろすことができます。クレジットカードも基本的には世界中で使えるので、万が一のためにと多額の現金を持ち歩くのは避けた方が良いでしょう。ホテルの部屋はスタッフがマスターキーで簡単に開けられます。盗難目的でホテルに宿泊、あるいはロビーやレストランに出入りする犯罪者もいるようですから、たとえ10分でも部屋を出るときは、荷物にしっかりと施錠するようにしましょう。海外では、自分の身は自分で守る必要があります。もしも犯罪に巻き込まれれば、対応に追われ、せっかくの旅行が台無しになってしまうでしょう。素敵な思い出を作るためにも、様々な犯罪が存在するということを頭の片隅に入れて、注意しながら旅行を楽しんでくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、
チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。